皆さんこんにちは、RC デザインスタジオの澤田です。今回はフィンユール亭というのを紹介したいんですけれども、北谷さんっていうところがこのフィンユール亭っていうのを、再現されてまして、でそれがその、こういうふうに展示されてるんですよね。それを見に来たって感じなんですけれども、このフィンユーム、こういうやつですね。フィンユールさんって、家具デザイナーなんですけど、建築も多分結構作られてて、日本でいうと小泉誠さんみたいな感じなのかなとは思うんですけど、そういう家具職人で、家具デザイナーでありながら、建築家でもあるみたいな、そういう風な感じですよね。でこれ内部見てたら分かるんですけど、家具のような感じで建築を作ってるんですよね。こういう可愛い感じで、今回はこの建物を紹介していきたいと思います。フィンランド、デンマークのデザイナーなんですね。フィンに引っ張られたと思うんですけど、こういう感じで外観になってますね。中入っていきたいんですけど、これもともとはこのレンガ像だったんですけど、やっぱり日本でレンガ像って無理なんで、礎石像、単純な礎石像って認められてないんで、木造を追って作って、その周りをレンガで覆ってるって、そういうふうな構成になってるみたいですね。こういう感じです。中見ていきたいんですけど、中入ったらこういうふうに、この中入って正面にこう庭が抜けるみたいな構成は、これは日本のでも結構あるなっていう、そういうふうな感じになってますね。ちょっと違うなって思うのが、この家具が所々に置かれてて、こういうふうにちょっとくつろげるようなソファーが置いてあって、それが空間の一部になってるっていう、そういうデザインですね。こういう構成自体は日本でも、たまに行われますが、そういうふうなのが可愛く、この植栽がここにもあったりとかして、外部と内部をおぼろげな感じにしながらデザインされてますね。家族で来てるんですけど、でこういう造作建具になってて、ちょっとそのこういう金の、こういう扉の受け材が金になってて、こういう感じで可愛い感じになってますね。基本、海外のこういうヨーロッパの住宅って、天井が高いですが、ここも結構高いですね。3メートルぐらいじゃないかなと思うんですけど、3メートルぐらいの天井高になってます。でこういう感じで家具とかもこういう風になってて、でこの家具の横に、ちょっとしたこのソファー空間がまたあるんですよね。こういうところでまたベンチに座りながら読書するとか、そういう感じになってると思うんですけど、面白いですよね。ここベンチが例えばここに一つあることで、この廊下が部屋になるってことになるんですよね。廊下っていう部屋があって、でここ寝室が来るっていう、どっちかっていうとその日本の構成に似てるというか、畳の部屋を通って奥の部屋に行ったりすると思うんですけど、日本の昔の建物って、そういう風な構成に近いですね、イメージが。こういう風に庭を囲むように、向こう側がリビングですね、構成されてます。これ照明、可愛い照明がありますね。これ家具の中とかも、ちょっとこのポールが一つ、金になってますね。こういう、子供部屋かちょっとわかんないんですけど、こういう可愛い感じになってて、一個ずつ家具が開けるようになってますね、こういう感じで。で、ベッドとかも、この倒せるようになってると思うんですけど、倒せるようになってます。こういう歩いてってこう向こうにつながってるんですよね、この空間を介して。でこっち側がキッチンになってて、こういういわゆる日本でいうとこの2型っていうやつで、こっち側のキッチンとこっち側のキッチンで分かれてるってタイプですね。こういうふうにして、このキッチン部分の量が多くなっちゃうんで、こういうのは通常食器があんまり置けなくなるんですよね。ここも置けなくなってるんですけど、だから代わりにここに置いてあるんですが、やっぱり量少ないですね。
で使い出やすいわけじゃないですね。これに頭ぶつかって調理しづらいなって感じなんで、もう少し本当は高くしなきゃいけないっていう中 で食器戸棚どこに置くのって感じはありますね。で、今ヨーロッパでありよくあるこういう風な空間がリビングと明確に分かれて、日本も昔の家そうだったと思うんですけど、家事空間が今と完全に分離してるって形になってますね。この空間はすごいいいなと思いましたね。こういうふうにこの空間の奥にさっきの空間が続いていくっていう、でこの中間のこのホールなんですけど、ホールが部屋になってるんですよね。単純なホールだけじゃなくて、ただ通るだけの空間じゃなくて、もうそこでくつろぐ空間になってるんですよね。なんで家具があることでくつろげる空間になってる。で部屋を返して違う部屋に行ってるっていう、なんかそういう感じですね。だから非常に面白いなと、こう来てだここが部屋だっていう、まあ、ある種部屋の要素を担ってるってことになるんですよね。一つこういうものがあることで、これは非常に面白いなっていうね、いう感じに。でリビングのソファーがあって、こういうふうに庭を見るような構成になってます。外から見るとこういう感じですね。まあこっち側とこっち側2つのボリュームがあって、それぞれ切り妻屋根になってて、それを、さっきの玄関部分でつないでるっていう、まあ、そういうふうな構成になってますね。まあ、こういうのは日本でも、まあ、構成自体はよくある構成なんですけど、まあ、よく例えば二世帯住宅とかで、こっちが親棟で子世帯で渡り廊下でつながってるとか、まあそういう形とか、まあ寝る側とリビング側が離れてたりとか、まあ、あとはパーティールームですね。パーティールームみたいなのが大きくバンとあったりとかして、まあ、2つの空間で分かれてて、それをつなぐっていうこと自体は、まあこれはよくある構成ではありますね。こういうふうな感じで切り妻が2つ重なってますね。縦取りも非常に可愛くて、ポコッと丸くなってるんですよね。こういう感じです。どう大輝、この家はなかなかいいっすか？なんかね、うん、デザインがすごく好き。なんかね、これ、うん、2階とかあるわけじゃなくて、うん、4段の段差だけ上がってるっていう、うん、なんか2階ではないけど2階っぽい。ああ、なるほどね。うんうんうん。そうだね。2階だじゃないけど、あ、ここちょっとステップ上がったりしてるもんね。4段だけ。だそれでちょっと面白くなってるよね。でこのレベル差がその面白くしてるんですよね、家を。だずっと同じ高さじゃなくて、まあ、バリアフリーじゃないって話はあるんですけど、このレベル差が、まあ、その息子が言うように空間を面白くしてるっていうのはあって、そういうのにはなってますね。暖炉空間があったりとかして、まあ、おしゃれ暖炉になってます。こういう感じですね。やっぱこういう端から端までのソファーって、その空間の一部の家具になってて、まあ非常に空間とその家具がマッチするっていう、まあ定番じゃ定番の構成なんですけど、でまあそういうふうに家具で色味を足していってるんですよね。まあその建築自体はこういうシンプルな構成で、この白とこうなって、まあ天井をちょっと色変えたりしてるわけなんですけど、まあさっきのところでもそうなんですが、家具で差し色を入れてるんですよね。家具がこういう風になってて、まあ向こうも天井がこの差し色になっててっていう、まあ壁もちょっと違ってますけど、家具で差し色が入って、これにまあ本来絵が入ると絵が差し色になってて、もっと全然違うものになってると思うんですよね。ここに一つ変わった感じの色味の絵がかかれば、まあ、それで違うものになってるんで、ん？何かあった？
あ、トイレ。トイレあったね。トイレは普通のトイレですね。まあこういう感じで。え、これ普通のティッシュじゃない？こういう風に回っていけるようになってます。こういう感じですね。お、開いた。プランニング的にはこういう感じですね。なんか自動に開いた。うん。こういう風な感じになってます。ね、パパ、うん、これもあるよ。うん、あ、ここにもこういう棚とかあるね。シャワーも普通の。うん。まあそういうことでフィンユル亭を紹介させていただきました。皆さん、あの飛騨高山に来た時は、あのちょっと予約したら、あの入れるようになってますんで、だいたい午前に1回、午後に1回ぐらいこういうふうに見れるようになってます。ぜひあのホームページからご予約ください。また動画の視聴よろしくお願いします。窓の外に外部ルーバーありますね。まあ、日差しを遮るための、まあ、これさえこうして、あのここやってこうしたら、まあ、雨戸というか、日本で言うとあの雨戸みたいな感じで窓を遮れるって、そういうのになるみたいですね。